物言わぬ北国よりは、サイレント時代の1922年に公開されたアメリカ合衆国の映画で、ウィリアム・ウォーシントンが監督、ウォーレス・シー・クリフトンとジョージ・シー・ハルが脚本を担当した。主な出演者は、フランク・メイヨー、バーバラ・ベッド・フォード、フランク・リー、ハリス・ゴードン、クリスチャン・ J ・フランク、フランク・ラニングラである。この映画は1922年6月19日に、 ユニバーサル映画制作者から公開された。以下は、当時の映画雑誌の紹介による。フランス領カナダの漁師ピエール・バプティストは、公益所の店主の娘、マルセット・バロアに思いを寄せていたが、それを告白できないまま、イングランド人、レジナルド・スタナードと共に、鉱山探しに出発することになる。しかし、鉱脈の場所を記した地図は、公益所にいた悪感の手に落ち、 最近公益所にやってきた悪だくみをする連中は、レジナルドの不在中に、ピエールを捕らえ、鉱山の所有権を奪おうとする。ピエールは、スタナードと自分が、誤った川の位置に印をつけていたことに気づき、町へ戻って、権利を主張する場所を変更し、悪党たちとの厳しい争いに勝利する。終幕では、マルセットがピエールへの思いを告白する。ありがとうございます。